クヨです。葵だぜ。もう最近って完全に心霊写真とか心霊映像ってジャンルが廃れてしまったわよね。まあ、今の時代は素人が映像も画像も加工できてしまうからな。風情というものがわからず。とにかく偽物だって騒ぐやからが出てくるせいで多くの人は後悔する気持ちさえ失せてしまうぜ。ホラー特番の心霊写真とか好きだったのに。もうこれから先写真で怖いと思える経験ってできないと思うと悲しいわ。心霊写真とは少し違うが写真で怖いと思える体験はまだすることができると思うぜ。そうなの？よし、それじゃあ今回は意味がわかると怖すぎる悲劇的な写真をご紹介するぜ。行ってみよう。一番最初に紹介するのは飛鳥村事故の写真だぜ。これが問題になっている写真？見た目だけならただのドライブ中の楽しそうな車内かしら。運転席と助手席の人がちょっとドキュン風味かなってだけで。ああ、この写真は19歳の若者5人がドライブをしている時の楽しげな車内の写真だ。この5人は何かの集まりなの？19歳ってことで大学のサークルだと思うぜ。この写真以外にもその数日から数時間前に、15人ほどの仲間で集まって撮った集合写真もあることが確認されている。車内の写真だとドキュン風味な人たちかと思ったけど、こうやって全員集まると真面目そうな子も多いわね。ただ先ほど言ったサブタイトルからも気づいていると思うが、これは事故が起きる前に撮影された生前最後になってしまった写真だぜ。いきなり結構重たい内容ね。でも確かに怖いけど生前の写真ってだけなら、意味がわかるとっていうにはありふれてない？もともと、この写真や事故が話題になったのは、この後に彼らが起こした事故の様子が、あまりにも悲惨すぎるものだったからだ。ネットではまたとんでもなく派手な事故が起きたと、話題になっていたところに誰かが生前の写真を持ってきたことで、事故写真と見比べたものが震撼してしまったという流れだぜ。確かにひどい事故の写真を見た後に生前の人たちを見るって、今食べたお肉の生前の姿を見せられているような感じよね。その悲惨すぎた事故の写真がこちらだ。これどうなってるの？事故の報道では2015年8月27日の未明、奈良県飛鳥村岡の村道で乗用車が欄干に激突して、中に乗っていた19歳5人全員が亡くなったと言われている。事故を起こした後の車は、フロントガラスから上の部分がごっそりと跡形もなくなってしまっている状態だ。事故の画像だとフロントの部分がとんでもなくへこんでいるのは見るけど、上の部分がなくなるっていうのはどうすれば起きるの？有識者によるとフロントバンパーが無傷であることから調子に乗ってスピードを出しすぎた結果に、カーブを曲がりきれずに車が横転。そのまま A ピラーのあたりから橋の欄干にぶつかっていったんではないかと言われている。そんなぶつかり方でこんな車が首ちょんぱみたいな状態になるのね。これ中にいる人はどんな状況だったのかが気になるな。プレス機が迫ってくる感じなのか。コナンのジェットコースターみたいに一瞬で意識を失ったのか。病院に送られたみたいだから原型は留めていたと思いたいわ。この事故が起きた原因について有識者は、やはり若者が何人も同乗して運転することの危険性を話している。同世代の若者同士が一つの車に乗ると必要以上に運転手にスピードを出させようと煽ったり、運転手も会話に混ざりたい気持ちが勝ってしまって注意が散漫になってしまう。誰か気を使って運転手も混ざりやすくしてくれる人がいればいいけど、そうじゃないと運転手ってただただそんな役回りだもんね。また普段からあまり大人数が乗っている車に慣れてない場合には人間の重みによって重心が変化してしまうのを把握してない場合も多く、カーブを曲がりきれずに横転してしまう事例も多いんだそうだ。 YouTube で有名なキャンピングカー横転事故の時も運転手の男性はあまり大型の車に乗るのに慣れてなかったみたいだしね。今回の事件についてネットでは大人数で慣れてない車使う時こそ気をつけないといけないのにな、運転手が後ろの席を向いて話してたんじゃないか、誰が原因かで遺族が揉めそう、といった声が上がっていたぜ。みんなも大人数で車に乗るときはいつも以上に慎重に運転しましょうね。別に遅くて煽られたって命の方が大事なんだから。二つ目に紹介するのは植物状態ボクサーだぜ。またタイトルから不穏な匂いしかしない。この写真はとあるボクシングの試合前に撮影された一枚だ。左側がプリチャード・コロン氏で右側がテレル・ウィリアムズ氏となっている。今回悲劇が起きることになってしまったのは左のプリチャード氏だぜ。この人はどんな選手だったの？プリチャード氏の戦績はなんとデビューから16戦16勝13 KO というとんでもなく輝かしいキャリアを誇っていた。おお、今まで公式戦で負けたことがないのね。しかし、その輝かしい彼の人生に大きな影が差すことになったのは2015年10月17日に行われた試合でのこと。試
試合が始まってすぐは特に問題もなく互いに打ち合いを続けていた。でも途中から対戦相手のウィリアムズ氏の様子がおかしくなってくる。どうおかしくなったの？プリチャード氏の強さにこのままではまずいと思ったのか。途中から明らかに後頭部狙いのパンチが増えていったんだ。後頭部狙いって格闘技だとそんなに重要なことなの？そもそもボクシングなどの格闘技では故意の後頭部への攻撃は原則禁止されている。へえ、そうなんだ。これは人体の構造の問題で後頭部はただでさえ生物にとって大切な脳の中でも、生命維持に大切な小脳や延髄など中枢神経が集まっているからなんだ。よく後頭部をぶつけると命に関わるから気をつけろと言われるが、後頭部は自分で殴るだけでもダメージがあるほどに繊細な場所なんだぜ。後頭部ってたまに少しぶつけるだけでも一瞬視界が真っ黒か真っ白になるもんね。ボクシングでは他にも相手の顎を狙って頭を揺らしたり、こめかみを狙うことでバランス感覚を司る前庭器官にダメージを負わせて脳震盪を狙うなどの戦い方があるが、それら以上に危険で反則とされるのが後頭部への攻撃なんだ。じゃあ、反則で負けになるの？1、2回程度なら事故の可能性もあるが何度も意図的に狙うようなら警告からの反則負けもあり得る。今回の試合では明らかに後頭部を何度も狙ってくる相手に対してプリチャード氏が抗議をしたが試合は続行。そして3ラウンドになってついに後頭部に強烈なパンチを食らってしまうんだ。審判は何してるのよ？これによってダウンしてしまったプリチャード氏。さすがにこれはいけないと審判が警告をするが、この時にはもう遅かった。まさか。試合を中断して医師の診断を受けたプリチャード氏はなんとか試合に復帰。しかし、やはり後頭部へのダメージが深刻で9ラウンドに突然陣営がグローブを外して、試合が強制終了してしまったぜ。プリチャード氏は大丈夫だったの？なんとか試合中は意識を保っていたが、その後に病院に緊急搬送。その結果脳出血が認められて緊急手術をすることになった。脳出血しながら5ラウンド近くも戦っていたのね。手術は成功したもののプリチャード氏は220日以上も昏睡状態のままで眠り続け、やっと目覚めた時には自分ではまともに体を動かすこともできない植物人間になってしまったぜ。プリチャードさんはこのままずっと病院暮らしになってしまうの？いや、家族や周囲の人の支えの中で何年もリハビリを頑張って今も車椅子のようだが、以前よりもしっかりと自分の感情や意思を示せるようになってきたらしいぜ。このリハビリの様子はインスタグラムにも投稿されていて多くの人が励ましのメッセージを送った。もうボクシングはできなくなってしまったけれど別の幸せを見つけられそうでよかったわ。それで肝心なもう一人の方はどうなったの？この試合における事件に対してウィリアムズ氏は、試合があのような結果になったのは残念だが自分に非はないと発言してもうバッシングを受けていたぜ。はぁ、あんな反則までしておいて開き直ってるってこと？そういうことになるな。ただ実はこの試合を最初から見た専門家の中には、ウィリアムズ氏を擁護する人がかなり多いらしいんだ。どういうこと？この試合の報道ではもっぱらウィリアムズ氏が反則をしたことばかりが取り上げられていたが、実は先に反則を重ねていたのはプリチャード氏の方だったんだぜ。嘘。試合の映像を見ているとプリチャード氏がウィリアムズ氏に対して、明らかに故意の反則である股間パンチをしているんだ。え？それにウィリアムズ氏がとても痛がっている様子も映っていて、そこから互いに反則合戦になっていったんだ。審判も最初の股間パンチを見ていたから、後頭部攻撃を強く止めなかったと言われている。じゃあ、プリチャードさんも自業自得な部分が多かったってことね。まあ、それでも結果的に罪には問われないと言っても大怪我を負わせたウィリアムズ氏が、やったことが許されるわけではない。もしも何かしら責任を取るならば試合が激しくなるまで、止めることをしなかった審判も一緒に取るべきだろうな。こんな笑顔の人がすぐ後に植物人間になるなんて本当に怖い写真だったわ。三つ目に紹介するのは家でカップルの末路だぜ。これも名前だけで何が起こるのか大体予想できそうねー。てか、写真の時点でかなり不穏な感じになってない？察しがいいな。すでに女性が何者かに迫られているような感じの構図になっているこの写真。ただじゃれているようにも見えるが、その真実を知るととても恐ろしいものになっているんだ。この女性はなんていう人なの？写真に写っている女性はアメリカに住むレジーナ・ケイ・ウォルターズさんという14歳の少女だぜ。え、そんな若いのね。大学生ぐらいだと思っていたわ。写真が撮影されたのは1990年のこと。当時14歳だったレジーナさんはボーイフレンドの、リッキー・リー・ジョーンズ氏と共に家出をしたんだ。家出ってことは親と揉めたりしたのかしら？そのあたりの情報はわかっていない。ただ、まだ車を持てる年齢ではなかった二人は、ヒッチハイクでメキシコまで行くことを計画していたんだ。
チハイクで移動するのは計画と言えるのかどうかは疑問ね。そしていざ計画を実行してしまった二人を心配して家族が行方不明の捜索届を出した。でもそれから彼女たちの消息は本当につかめなくなってしまったんだ。マジでアメリカからメキシコに行っていたら追うのはかなり厳しそうだわ。てか、それ以前に子供だけで食料とか宿とかを無事に調達できているとも思えないわ。結局、この二人の消息はぱったりと途絶えてしまって、家族は彼らが生きているのかどうかさえわからない不安な日々が続いたんだ。若い頃に家出をしたくなるのはわかるけど、そんな本格的にご家族に心配かけるのはダメよ。そしてやっと彼らの行方がわかるきっかけとなったのはある男が逮捕されたことだった。ある男？その男はトラック運転手のロバート・ベンローズという人物で、なんとこいつは、ヒッチハイクで拾った女性を何人も車内で乱暴して手にかける凶悪犯だったんだ。え、それってもしかして？ああ、実は逮捕後の警察の捜査で失踪したレジーナさんたちも、この男のトラックに乗っていたことがわかったんだ。犯人の証言によると二人を乗せた後は、すぐに彼氏のリッキーを泣き物にし、その後で女性であるレジーナさんに乱暴をし、恐怖で従順になった後はいろいろなところに連れ回していたという。そうなると最初の写真って、つくよの考えている通りだ。冒頭のこの写真はレジーナさんが犯人のロバートに、連れ回された先で嫌がる彼女に無理やりカメラを向けながら撮影したものだ。この写真からほどなくしてレジーナさんも亡くなってしまった。冗談抜きで震えが止まらないんだけど、さすがにこれは怖すぎるわ。まさに意味がわかると怖い悲劇的な写真のタイトルに恥じない一枚だと思うぜ。本当によっぽどの事情がない限りは若い女性が男性と密室に二人になるようなことはしちゃダメね。四つ目に紹介するのはパラシュートなしスカイダイビングだぜ。それは不穏とか通り越しておバカさんじゃないの。今回の話があったのは1970年代のこと。主役となるのはオーストラリアに住んでいた14歳の少年キース・サックスフォードくんだぜ。この男の子はどんな子だったの？このキースくんはとても好奇心が旺盛で、14歳になってもいろいろなことに興味を持っては、少し落ち着きがないと親などからは思われているような子供だったらしい。まあ、好奇心旺盛なのは悪いことじゃないわよね。中学生ならこれから少しずつ大人になっていくだろうし。しかしキースくんの将来を心配した両親は彼をカトリック系の寄宿舎に入れることで、なんとか落ち着きのある子供になってもらおうとしたんだ。日本でも素行に問題のある子供を全寮制の学校に入れて鍛えてもらうっていうのはあるわよね。結局、子供っぽい性格っていうのは親が近くにいることで甘えが抜けないのが原因の場合が多いからな。同学年がたくさんいる環境や先輩に目をつけられたら面倒な環境に身を置けば、自然と集団生活ができるようになるぜ。賛否はあるだろうけど、ただこのキース君は寄宿舎に入るのを大反対。先ほどのレジーナとリッキーのように家出をしようとするんだ。14歳って家出する年齢なのかもしれないわね。そんな彼が家出の手段に選んだのはなんと飛行機だった。ヒッチハイクとはスケールが違うわね。でも14歳が一人でパスポートとチケットを用意して外国に行くってかなり大変じゃない？そうだな。外国に行くのは飛行機に乗るだけでもかなりの金がかかる。そこでキース君はある方法を使うことにしたんだ。ある方法？そう、正規の手段ではなく飛行機に忍び込んで密入国をしようとしたんだ。がっつり犯罪。でもその方法こそが一番の問題だったんだ。これがパラシュートなしスカイダイビングにつながってしまうのね。1970年2月22日のこと、シドニー空港発日本行きの飛行機の発進時において飛び立った機体から、14歳の少年が落下して亡くなるという事件が起きた。その少年の名前こそがキース・サックスフォードだったんだぜ。キース君は何をしたの？なんとキース君はホイールウェルという離陸した後に飛行機のタイヤが格納される空間に忍び込んで密入国をしようとしていたんだ。実はこの方法には前例があって過去にもスペインで同じように少年が格納部に隠れて亡くなってしまう事件があったんだぜ。キース君もその事件を知っていたの？なんでも好奇心旺盛すぎるキース君を心配して牽制のつもりで前に父親が話したことがあったらしい。でもそれが逆効果になってしまったな。結局、キース君は車輪が格納される時に、格納部が開いたことで入ってきた強い風圧によって外に投げ出されたと見られている。これって当然ながらキース君は、ああ、約高さ200フィートから地面に叩きつけられて助からなかったぜ。てか、この写真はどうやって撮影したのよ。この決定的瞬間を写した写真は空港に来ていたアマチュア写真家のジョン・ギルピンが撮影したものだ。新品のカメラとレンズを試すために飛行機を撮影していた時に偶然にも映ってしまったのが、この一枚だったというぜ。
写真撮ってたら人が飛行機から落ちる瞬間を目撃するとかトラウマレベルの事件だわ。そこは幸いなのかわからないが、撮影した時のジョン氏は落ちていくキース君の姿に気づいていなかったらしい。少し経って写真を現像した時になって、こんな恐ろしい写真が撮れていたことが分かって世間でも大きな話題になったぜ。好奇心は猫をもなんちゃらっていう日本語のことわざをまさに体現したような事件だったわね。今回最後に紹介するのはレース中の悲劇だ。レースって F1 のレースかしら？ああ、今回の画像のメインとなっているのは F1 レーサーとして活躍をしていたトム・プライス氏だぜ。1949年6月11日生まれの男性であった彼は、両親がレーサーに憧れを持っていたことや、本人も10歳で運送用のバンに乗ったのをきっかけに、車に大変興味を持ったことからレーサーになることを決めた。レーサーって周囲の支えも大切そうな世界で、親が最初から乗り気なのは良かったわね。ただ一方でこの時代のレースは安全対策が今ほどにできていないことで、憧れの選手たちも選手人生を全うできていない現実に迷いを持っていた。そのことから、もしもレーサーになれなくてもいいようにと、母の意向でトラクターのメカニックとしても勉強を進めていたらしい。F1 のレースって目にも止まらぬ速さで走るから、事故が起きたら一発で亡くなる可能性がかなり高いもんね。それからのプライスは最初はメカニックとして働きながら F3、F2 のレースに出場。そして1974年にベルギーグランプリにてついに F1 デビューをしたんだ。なんだかんだデビューできてよかったわ。またその翌年には結婚してオーストラリアグランプリで3位に入賞も果たすという順風満帆な人生を送っていたぜ。でもそこから悲劇が起こってしまうのよね。今回の悲劇が起こったのは結婚から2年経った1977年のこと。この時はキャラミサーキットで南アフリカグランプリの決勝が行われていたんだ。最初こそレースは順調に進んでいたが、途中であるトラブルが起きてしまったんだ。もしかしてプライスさんが事故に遭ったの？いや、プライスではなくレースで前を走っていたレンツォ・ゾルジ氏がエンジントラブルを起こしてしまったんだ。周囲に他の車両がいなかったため巻き込みなどはなく、レース続行不可能だと判断して、そのままピット正面のコントロールラインをやや過ぎたあたりのコース脇にマシンを停車させていた。大事故になる前に気づけてよかったわ。でもここからが問題だった。なんと停車したゾルジのマシンが突然発火してしまったんだ。通常、F1 レーサーはマシンの強烈な G で車外に投げ出されないためにかなりきつくシートベルトを締めていて、一人だと出てこれない場合も多い。だから車が炎上しても出てこれなかったりするんだ。まさにマシンと一蓮托生なのね。だからチームメイトや係員は焦って消火器を持ってゾルジのマシンに走り寄って行ったんだ。早く助けてあげて。でもツクヨは何か忘れていないか？え？今はレースの真っ最中なんだぜ。あ、急いで二人のマーシャルがゾルジのマシンに走り寄って行った。でも今はレース中でコースには超高速の車が他にも走っている。しかも事件の発生場所は車が一番速くなるホームストレート。そんなところに生身の人間が突然出てきたらどうなるか。接触しちゃったのね。この時にゾルジを追うように走ってきたマシンは2台。プライスともう一人ハンスという人物だった。ハンスが前を走ってプライスは後ろに張り付くように後を追っていた。ここからどうなったの？走ってゾルジのマシンに向かおうとしていたマーシャルの一人は先行していたハンスのマシンに気づいてとっさに避けたものの、その後ろにいたプライスのマシンに気づかずに激突してしまったんだ。時速 300km で走る車と接触したマーシャルはすごい勢いで宙を舞い地面に叩きつけられて亡くなった。肉体のあまりの損傷の激しさから身元が判明したのはレース後にスタッフ全員を集合させて点呼を済ませた後だったというぜ。人間が原型をとどめてないなんて想像するだけで気分が悪くなってくるわ。この時点で十分に凄惨な事件だが、実はまだ続きがある。プライスのマシンに惹かれたマーシャルの体は宙を舞い、その時の衝撃で消火のために抱えられていた消火器が手から離れてしまった。そしてその消火器が着地した先こそがプライスのマシンだったんだ。まさかこっちも激突？起きてきた消火器はプライスの頭部に直撃。こちらもあまりの衝撃からプライスの意識は一瞬でなくなってしまい、そのままスピードに乗った車はホームストレートを暴走。ガードレールを削りながら第1コーナーに突っ込んで先行していた車に激突しながらコースアウトしていったぜ。これ今更だけどかなりヤバい事故の話をしてない？この事故は F1 の歴史の中で最も不運で悲惨な事件の一つにも挙げられるほどの一件で、おそらく F1 ファンの人なら一度は聞いたことあるぐらい有名なものらしい。結局、この事故では飛び出したマーシャルとプライスの二人が亡くなり、マシンが炎上した。
ゾルジと暴走したプライスの車にぶつかられた車の運転手は命に別状はなかったぜ。ここでその二人まで亡くなっていたら本当に目も当てられなかったわ。この事故が起きた原因はやはり迂闊に飛び出してしまった二人のマーシャル。救助活動するために焦っていたとはいえ、レース中に不用意に踏み込んでは余計に事故を拡大させることになりかねない。実際に何も関係なかったプライスさんが亡くなってしまったしね。そしてこのコースも事故が起きる原因だったと言われている。このコースはホームストレート前が急勾配になっていて、前方の状況が確認しにくい作りになっていたんだ。コースってまったいらなわけじゃないんだ。もちろんコースの設計者に責任はないが、もしかしたら別のコースでやっていたら避けられた事故だったかもしれないな。この事故以降、救助活動であってもレース中のコースへの侵入はさらに安全性を配慮した厳しいものになったぜ。命がけのレーサーの方々、これからも頑張ってください。ということで、今回は意味がわかると怖すぎる悲劇的な写真をご紹介したぜ。どうだった？最初に見た時は和やかな写真にしか見えないのに、真実を聞いた後に見るとどれも恐怖写真にしか見えなくなってしまうのが面白かったわ。これは私たちの人生にはいつ危険なことが起こるかわからないという証明でもあるな。みんなもやりたいと思っていることがあったら、うじうじ考える前にやった方が良いと思うぜ。後悔のない人生を送りたいわね。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。